い、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。とりくん、なお、ゆいちです。なんかね、赤いメンツでちょっと心霊スポットに行っていきたいと思います。今回行くとこはですね、小坪トンネルっていうところに行きたいと思います。スタバ、ここにスタバ持ってくる。小坪トンネルっていうのはですね、あの目撃談としてはですね、女性の幽霊がボネットに乗ってくるのと、見知らぬ女性の霊が後部座席にいたいっていう。後部座席、見知らぬ女性の霊が後部座席にいたり、トンネル手前に佇む女性の霊、霊感絡みの交通事故が多発するって感じですね。こんなことが起きるんですけど、今日はそこに行きたいと思います。ただいま時刻ね、12時41分でございます。そうね、ちょうどいいんじゃないかな。ちょうどいいね。牛三つ時ってなんじゃっけ。2時3じゃなかった。ぴったりじゃん。このゆいちゃんね、すんげえ怖がりな。そうね、ほんに初めて行くもんね。これ行きます。この3です。ミオリン、今度さ、ラブホ行こう。行こう。江ノ島のラブホすごいらしい。ラブホ女子会しよう。ね、やりたい。やろう。はい、決まり。何それ。じゃあノリ君一緒にラブホオフ会しようぜ。ラブホオフ会するか。男子だけ。知らない。ちょうどちょうだい。長っ。ちょうだい。ねえ、ゆうしなしなの方が好きなんだけど。わかる。マック食べてまーす。そうだね、まだでも近づいてきたんで、ちょっとちょくちょく近づいてきてるね。道が狭い。ちょっと怖い。ちょっと道が狭い。あ、まだあれじゃん。でもこの後ここからここ変なとこ入るんだよ。ここからガチなくない。トンネルあり。トンネルここら辺かな。こちら真っ黒だ。だって知ってる？みんな今日これ一回、うん、この前ね、うん、ライト消しまーす。うわー、何も見えません。しかもこの先トンネルありって書いてあったから。めっちゃ怖い。ねえねえ、足痛くなってきた。え、無理ー。少しずつ。とりあえず足が怖い。足が小学校があるからね、まだまだじゃない。上の方とかかりついてるけどね。1個やりたいのはね、テキで1人っていうか2人組かな、221で写真を撮って。なんで1位なの。映らない、映るか映らないかっていうのをちょっとやりたいんだよね。やりたいね。1個はやっぱじゃんけんで。じゃんけんだよね。絶対1人とか嫌なんだけど。のりくんそうなりそうだよね。小坪トンネルの場所がちょっと分かんないんで、近くにセブンイレブンがあったんで、セブンイレブンに聞きに行きたいと思います。すいません、小坪トンネルってどこにあるか分かりますか。はい、トンネルがある。はい、そこですか。ありがとうございます。先ほどね、ここまっすぐ行くとね、あるみたいなんで行きましょう。道がちょっと狭いところがあるぐらい。火葬場がありますね。これマジで。うわ、暗い。あった。うわ、あった、うん、あった。これですか。これは違う。え、後ろも。待って、こい。やばい。人が歩いてた。人が歩いてたよ。嘘でしょ。後ろね、人が歩いてた。あれぐらいじゃない。ないよ、バカ。ゲームを見た、ゲームを見てる。ただの人間じゃないの。でもなんか灰色の。わかる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 。だっただった。これが小壺かな。じゃあこれ一回 U ターンしてからぐるっと回ってみようか。本当にやだ、本当にやだ。入りましたね。入りました。けど何もないから。すごい。これもそうだね、小壺ですね。わ、すごいよ、ここは。霧が怖いね。長い。特に何も変わったものは特にないありませんでしたね。さっきね、ヒヨリンとユイチがね、人が歩いてたっていうところに行きたいですね。灰色の皆さんお忘れですか。あのチェキを取らなければいけないっていうやつがありますからね。ここじゃない。ここでしょ。どっち向きの人なの。こっち向き。でも明るいから全然怖くないんだけど。しかもこれ歩けるじゃん。多分歩けるないね。まずこれが本当に小壺なのでしょうか。はい、ということでね、ちょっと通ってみたんだけど、そこまでトンネルは怖くなかったって感じなんですよ。でね、近くに火葬場があるんですよ。そこにね、目の前にあるからね。目の前か。うん、歩いていこう。徒歩で行きたいと思います。それでね、221に分かれてチェキを取りたいと思います。それじゃあ行きましょう。はい、行きましょう。行きましょう。女性の幽霊がボンネット乗せてくる
見知らぬ女性の霊が全然怖くねえ呼び方だな。ああ、じゃあ分かったよ。女性の女性がボンネットで落ちてくる。分かったよ。